はい、どうも。今回は、クローネンの、令和5年1月の調整後の、変更点を見ていきます。まず、かなりいろんなところが弱体化していて、結構影響のでかいところを見ていきます。まず、キャンセル版のエマージェンシースライドっていう、このスライディングなんですが、これが、エマージェンシースライドが、相手のガード硬直を短くしましたということなので、フリーフローエムを背負いやすくなってしまいましたね。なんでこれ、めり込むと、8制度クレームのダイナソンのしゃがみ A で確定反撃を受けます。他のキャラだと8制4フレームとかだったりするので、さらに危険ですし、非常に、これ使い方、ちょっと注意した方がいいですね。ちょっと離れれば確定反撃受けなかったりします。あとは、弱ストライクスラッシュが、空振りガード時の全体硬直を長く、ガード時ののけぞり距離を短く、まあ、ガード時の硬直、ガードされた時の硬直がフリフレームを背負うようになっ、いっぱい背負うようになったのと、ガード時ののけぞり、めり込むようになりました。なので、かなり痛い反撃が入りますね、ガードされると。なので、しゃがみへキャンセル、こういう暴れ潰しとかが相当やりづらくなっていうか、もうで、暴れ潰しとして使っちゃうと、こういうとこから使っちゃうと、フルコンもらいますね、これぐらいだと。しゃがみ A が8世6フレームなので、ダイナソーのしゃがみ A が8世6フレームなので、めり込んだら、他のキャラなら普通に、フルコン食らいますね。なので、暴れ潰しに弱ストライクスラッシュを使うのは、とりあえずやめた方がいいですね。こういうとこから暴れ潰して、以前のような使い方で、こういう暴れ潰しの仕方はダメですね。あとは、しゃがみ強パンチが、攻撃発生9フレームから12フレームになったということで、これなんですが、このダイナソーの強、アンキルハンマー、の反撃で、しゃがみ C がちょうど確定したんですが、今回の調整でも確定しなくなってます。なのでダイナソー対クローネンになった場合、ダイナソーは結構今日1キロハンマーブレーキング出し放題になる可能性があります。他にいい反撃がないので、それか実はしゃがみ強キックが活性速くなって8フレームになったんですね、発生。それでちょうど、確定します。反撃間に合うので、まあ、ここは強化されたっちゃ、強化されたんですが、もしかしたら、このダイナソー対クローネンなら、これ、しゃがみ強キックだけの反撃なら、食らってもいいやっていうことで、今日1キロハンマーを気軽に出す可能性もありますし、遠いと届かないんですね。なんで、もうダイナソーは結構、今日ワンキロハンマー先端ガードは、させ放題になる可能性がありますね。ダイナソーかなり楽、クローネン戦がかなり楽に、っていうか、クローネン戦で苦労しなくなる可能性があります。かなり。以前より相当楽になると思います。今日ワンキロハンマーが使い放題になっちゃうと。まあそんなところですね。弱体化。主な弱体化はそんなところで、まあ強化はしゃがみ強キックが速くなったっていうところで、ですね。なので、まあ弱体化、主な弱体化はそんなもんですね。で、この EX ヒートシールドも、これ、真上に行くのがダメ、なくなって、画面端じゃないと、コンボ決めれないっていう風になりました。画面端なら以前のようなコンボできるようですね。さっき今初めてやりました。で、今回の調整向けのクローネンの、使い方、ヒット確認連携などなんですが、まずしゃがみ A2 発で、ヒット確認、しゃがみ A とか、弱2発でヒット確認できれば、
弱2発でヒット確認して、ヒットしたら以前と同じようにコンボに行くっていう風にするっていうのがまず基本の形ですね。弱2発でヒット確認した場合の暴れ潰しは、弱ブレイズソラーを基本にして攻め継続兼暴れ潰しの強ブレイズソラーと、強の、攻め継続の強の、ストライクスラッシュを、軸にして、まあジャンプ A などめくりとかも混ぜていくといいと思いますし、また、こういう風にやっていってもいいですし、うん、そうです、そんな感じですね。で、しゃがみ A2 発でヒット確認じゃなくて、スライディングまでエマージェンシーサイドまで出すパターンなんですが、このパターンもほぼ同じで、暴れ潰しに、暴れ潰しに、ヒットしたら今までと同様にコンボに行くのもいいですし、このヒットしていたら、ヒットしていたらこの、強化された、コンボ補正値が小さくなった EX ブレイズスロアでコンボに行く、このコンボに行けるといいですし、あとはガードされていた場合なんですが、ガードされていた場合、これがガードされていた場合、暴れ潰しに使うのはやはりジャックブレイズスロア、ブレイズスロアですね。で、攻め継続兼暴れ潰しの強ブレイズスロアと攻め継続の強ストライクスラッシュで先ほどと同じですね。その辺はもう先ほどと同じ形ですね。弱に関するヒット確認するのも、特殊技まで入れるのも、まあ同じでいいですね。ただ、ちょっと気になるのが、ここまで入れ込んで、暴れ潰しに弱ブレイズストラーってやると、これ、ここでガードキャンセルされ、前転されると、特殊技の時点でガードキャンセル前転されると、確定反撃受けるので、これ、まあ、その辺気をつけた方がいいですし、もし相手が、全然考えずに、毎回こんなこと やってきたら、ガードキャンセル前転で、確定反撃をフルコン入れてやるといいと思います。そんなところですね。まあ、そういう風に使っていけば、この後に、もう最速で反撃入れ込むわけにいかなくなってくるので、結構、まあ、固めやすさっていうのは、前以前よりは、弱体化はしてますけど、こういうのとか、今日ストライクスラッシュとか、まあ、弱、ブレイズスラーの暴れ潰しがあるので、まあ、そこまで、こうね、弱くないというか、比較的安全は安全に固めていけるような感じはありますね。てか他のキャラだともっと、困るキャラいっぱいいるので、それでこれもまだまだクローネンは使いやすいですし、全然弱くないと思いますね。全然弱くないですし、弱体化してもちっとも弱くなってないっていう気はしますけど、この辺はね。反撃性能、シャラミシーとかの反撃性能でかなり弱体化はあるんですが、そんなとこですね。まあ、対空コンボも、これ使ってやっちゃえばいいですし、地上での暴れも EX、ヒートシールド使わなくて、これでいいんですし、今日ヒートシールドが無敵技なんで、今日ヒートシールドで、いいですし、根本的に、まあ、以前のような強さは出せますね。もう、攻めは、これがあったり、これがあったり、高速中段の近距離タッチ強キックがあったり、上り中段からフルコンに行ける、このジャンプ A があったりするので、全然、
弱くないし、かなり恵まれてますね。それでもまだまだと思います。クローネンに関しては以上です。とりあえず、はい。ご視聴ありがとうございました。では。